2月23日有明アリーナでゲームの大型フェスが開催された。会場前から待ちわびた観客の大行列、そのイベントとは E エレメンツドリームマッチ。世界で1億人以上がプレイする人気 FPS ゲーム Apex Legends、 その4周年を祝うアニバーサリー大会。皆様、 Apex Legends でアナウンスの声を担当している広松セリカです。それでは参りましょう。 Apex Legends を愛するレジェンドプレイヤーたちの登場です。エリーゲン所属、エリーボック、 F ちゃん、チームクレイジーボックちゃん。出場者は Apex を愛する芸能人や超人気 YouTuber、 ストリーマー、さらには世界のトッププロまでおよそ80名が集った日本最大級のゲームイベント。今夜は前代未聞の計9時間以上に及ぶフェスの模様をギュッと凝縮してお届けします。改めて本日 MC 担当します平岩康介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてアニマックスで放送中の e スポーツ番組ゲーミングハウススクワットの MC アキです。よろしくお願いします。すごいね。すごいですね。いや、なかなかこの豪華ゲストの皆さんと、そしてこの観客の皆さんが集まる APEX の大会ないですよね。入場シーンかっこよすぎて、鳥肌がねちょっと立ちっぱなしですけど。メインイベントの APEX レジェンズでは特別ルールとして豪華出場者を5群に分けた団体戦が採用された。まず一つ目の軍団。はい、皆さん、今日はですねこのドリームマッチ本当に僕たちも楽しみにしてましたし、皆さんに会うのも楽しみにしてました。皆さん今日は楽しんでいきますか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エリー軍には関口メンディやダイアン津田、世界大会で3位になった F ちゃんなど個性的なメンバーが揃った。今日めちゃめちゃ緊張してるんですけど、はい、ご覧の通りエリー軍周りのメンバー APEX ウメンディーで一つ揃いなんで絶対いけると思います。今日頑張ります。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、どうも、パルブレックスの F ちゃんです。本当に会場上の席まで全部人いて本当にちょっとすごい緊張してるんですけど、プロとして呼ばれているのでかっこいいとこ見せれたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。さあ続いてはオンラインでの参加になります。ゆうきちひろさんです。ちーちゃんお願いします。おー、はい、ゆうきちひろです。よろしくお願いします。頑張ります。2つ目の軍団は韓国人プロゲーマー魔王ラス率いる魔王軍。恥ずかしくない姿見せたいと思います。ありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いします。暴れていただきたいと思います。そんな魔王軍のメンバーはこちら、後藤真希や VTuber の常闇とは、日本初来日のクレイジーラクーン、 APEX プロパクハなど強豪揃い。いつも YouTube とかの配信で拝見してる配信者さんがたくさんいてとても緊張するんですけども、最後まで楽しみたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ続いてもオンライン参加になります。常闇とわさんお願いします。みんなおすごい、みんな楽しんでてね。3つ目の軍団は APEX 配信のパイオニア、人気 VTuber 渋谷春率いる渋春軍。今日は渋谷春軍ということで祭り上げられておりますが、まあ、その名に恥じぬようね頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。楽しんでてください。よろしくお願いいたします。渋春軍には GHS の番組 MC 西村ほのか、プロチームリドルのゆきお、登録者133万人の VTuber 夏色祭り、バラエティ豊かな面々が。すごい方たちの中で一緒に戦わせていただくということで、力になれるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。僕はちょっと渋春さんと因縁があるんですけど、今日は仲間として頑張ります。お願いします。お願いします。どうですか会場の盛り上がり。
いやもうすごいですね。祭りもこの熱気に負けないように頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。4つ目の軍団は、ちなみに今日カノエ航軍応援してるよって方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、オッケーオッケーオッケー、全員下ろしてありがとうございます。全員ですか？皆さんの期待に応えられるように頑張ります。お願いします。大将カノエ航率いるカノエ航軍、17歳の天才プレイヤーキノコ源氏、ストリーマー最強と称されるニル、この日ライブも披露した人気シンガー天月など、こちらも超豪華メンバー。今日は大会で20キロ4戦取れるように頑張ります。僕あまり緊張しないタイプなんですけど、その加納栄光さんと同じ舞台っていうことですっげー正直緊張してて緊張するとヘラヘラするタイプなんですね、キノコ君。ちょっとまだ心が落ち着いてないんですけど、しっかり楽しんで悔いのないようにこの大会頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。期待してますよ、キノコ君。今日出演者で最年少ですかね、おそらく。そうですね、17歳、3歳からね FPS を始めたという。17でこのね大人数の前だとすごいですね。はい、ぜひねプレイでね見ていただければと思います。はい、そして5つ目の軍団は、APEX のイベントに参加させていただくのが今回初めてで、すごく緊張してるんですけど、チームと軍団に貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。山本さやか率いる山本さやか軍、シソンヌ長谷川や15年前からゲーム実況を続けている古参実況者の幕末志士坂本、さらに海外からカナダ人プロプレイヤーユリースも参戦。めっちゃ緊張するです。あ、社長賞も楽しんでください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。数日前から、はい、謎のデマが流れていまして、はい、私がなんかプレデターで動いているな、謎のなんかそのデマがずっと流れてるんです今日はそのいかに私がプレデター5位から遠いかというプレーを見せれたらなと思います。皆さん目に焼き付けて帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。シソンヌさんのプレデターのデマを流したのは僕です。いやいやチームからですかチーム内で、下馬評で僕らのチームが最弱というのがちょっと、はい、カチンときたんで、今日は優勝を目指して3人で全力でぶつからせていただきます。そんな5つの軍をゲーム中に見分けるのが、軍ごとのスキンの色をご覧いただきます。エリー軍は赤色を基調としたスキン、カノエコ軍は緑色、魔王軍は紫、シベハル軍、シグハル軍は黄色、山本彩花軍は青色になっております。スキンの色で敵と味方を見分ける、エイペックスレジェンズ史上初と言ってもいい特別ルールの団体戦、一体どんな戦いになるのか。ドリームマッチ、まずはゲーム1、盛り上がっていきましょう。さあこの APEX4 周年の記念に行われるドリームマッチの1戦目、どんなプレーが飛び出してくるのか。夢の祭典の幕開けはエリー軍のハプニング。そうです。さあクレイジーボカちゃんかなり削れている。エリー、なんと最初はソロ最強ミチャンダムチ、そしてショーマルセブンのナックルクラスター。いやー、いやー一気に落としましたが、相手はエリー軍の大将だ兄貴ショーマル兄貴やっちまったいきなりエリー落としちゃった何してるんですか。一方で序盤からいち早くルールを理解する軍団も。さあその近くにはその GHS 同じく司令塔チームメンバーであるレイ、あれ近い距離だ。合流ですか。さあシブハル軍スキンで分かりました。さあ APEX 界のパイオニア渋谷ハル、ここでいきなりルールを盛り返している。黄色軍シブハル軍は合流成功だ。あ、いいですね。シブハル軍仲良しですね、ちゃんと。そうですね、なんか増えてないか多くない、なんか多いよね、仲間が増えましたね。増えた増えた。なんか APEX の PV でよく見るやつですよね、このいっぱいのレジェンドで、ね、これ、はい、うわすごい、え、これミラージュじゃないですよね。うわ、先頭はユキオだ、みんなこっち来てっていう。ユキオの大名行列、引率の先生やないか。そしてチームメンバーが合流した黄色の渋春軍が青の山本さやか軍に襲いかかる。それ以外は全て1部隊欠けています。うまく守っている魔王軍と山本さやか軍です。グレネードで足止めしますが、さあ前飛び出した。プレッシャーがやばい。いやー目の前からあれ、ピースキ
ーパーで山本聖火を捉えた。6人来てる。狭いな。絶対いるぞ。これは耐えれない。渋春軍キルリーダーは挑むしかこの勢いを。そしてここから各軍団がぶつかり乱戦に。さあエリー軍は残り2チームとなっています。さあ目の前、手前にもいる。メンディーだ。さあメンディー目の前にはもう迫っている。ノックダウンの裏ですが甘月が迫っている。裏から方に狙っていく。メンディー落とした。掴んで位置を立て、バッテリーを巻きたいんですが 1V2 のシチュエーション迫ってきている。目の前からはパーカー。エリー軍残すは1チームのみ。いち早く脱落してしまうのか。さあ津田さんです。ダイヤ津田敦弘、これ粘りたいですね。ちょっとエリー軍ラスト1チームなのでここは生存が大事ですよ、本当だったらね2チーム残ってたんですけど、そうですね、1チーム制に手をかけてしまったというこの罪をどう償うのか。さあ渋谷が小丸セブン落としてるぞ。おこれはバティのエリー軍。渋春のクレーバーによって小丸がついに落ちた。エリー軍は残り2枚だ。いやーですけど残ってるのがウミちゃんもいますからね、対面力では最強格。うわーウミちゃん。さあ残ったのは1枚だ。まだあんのか。ウミちゃんラブチに託されたエリー軍1戦目の運命。いやでも上がウミちゃんはこれソロで守れるか。ここで渋春軍大将渋谷春がスーパープレーを連発。最後エンドゾーンがあります。現状5ラウンド最終盤ですか。これは渋谷春エリー軍をその背で勝ち渋春師匠の床も落としました。渋谷春大暴れた。エリー軍は全滅。試合は終盤。ゲーム1を制するのは。さあ魔王軍はこの3名でジブラルタルの背後を狙いに行った。ジブラルタルの名手奥闇トワが背後から狙ってクライリックスが行き落とした。落としたぞ。さらに確定切るまでジブラル軍を魔王が徐々に追い詰めていく。ただ魔王軍は残り1部隊になりました。メイニーたち消えるチームは落ちました。いやめちゃくちゃいるから誰か分かんない。ラストクライリックス、日本韓国が誇るこのヒーローがどうこの窮地を救うのか。はい、最終円はこの橋の上そして下が同居するようなこの円になりました。いやこうなると、まあ、最終的に上取ってるチームの方が強いですよ ね。こうなると狩野英孝軍は上から打ち下ろしていけばエリアを制圧できるような位置取り。さあラス目の前だ。人数状況は苦しい。残されたのは魔王軍の大将ラス。ストップ間に合った。早い。さすがのマスだった。いやでもそこは渋春軍何て言ってるんですか。何回言ってる。まだ言ってるぞ。何て言ってるぞ。うわどうだ。いやー最後はメルトステラ。エーペックスのプロリーグで同じくキルリーダーを争ったメルトステラがラストを仕留めて魔王軍全滅です。残った狩野英孝軍、シバル軍、そして山本さやか軍による一騎打ち。どのチームが制するのか。エリアでは渋春軍が2枚をしている。かなり苦しそう。渋春軍も2チームしか残っていません。狩野英孝軍の制圧力だ。いやしまうと圧倒的ローリングサンダー。さあぐちゃぐちゃになってます。軍団の数は狩野英孝軍が、いやしかも両左右の高い位置。狩野英孝軍は両サイドクロスを組んでこのエリアを制圧しています。普通のエーペックスはできないこのドリームマッチこその素晴らしい戦術。これでメルトスラ落ちました。残ったのは狩野英孝軍、山本彩国の一騎打ちだ。スナイパーの石川だ。もうこうだ。モコがリンを落としました。これはキムタマちゃん。スナイパーはやっぱたまらかのか。残ったのは山本さやか軍が1枚。モコのグレによって自軍が落とされている。さあこれで全滅。チャンピオンが確定しました。カノエコ軍キルポイントは付与されませんが、生き残ったチームで勝利の前ラストバトルを始めてください。1試合目を終えて団体戦の順位はご覧の通り。さあ、田中彦さん。あ、どうもお疲れ様でした。まず初戦のチャンピオン、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。仲間たちがすごいよくやってくれて本当にリーダーとしてすごく誇らしいです。ただですね、
リーダーである僕がですね、はい、60人中、最初に死ぬっていうですね、まさかの大失態。そしてまあ、やられるのはいいんですけども、デスボックスになった時に同じ仲間のキノコゲンジさん、はい、ちょっとね、俺のことはいい、ほっといてくれって言ったら、あ、はいって言われたんですよ。思ったよりもうちょっと優しくチームワークでチームワークで。そして序盤にエリーグに起きた問題のシーンを本人に確認。正村さん、いらっしゃいますか？あ、います、すいません。テンションが1戦目、エリーさん落としたんですが、あれはどういう赤色のスキンが見えなかった感じですか？あー、見えませんでした、すいません。はい、まあ、僕、はい、僕たちはあ、味方だっつって打たないようにして走ってったら、はい、しっかり僕らゼロダメージ最初に死にました。最低ですよ。え、チャージライフルで僕らを倒したんですか？下村さん、チャージライフルで倒しましたか？チャージライフルとナックルクラスターで破壊しました。絶対見えてた。まあ、見えなかったっす。いや、嘘だ。